ストリートファイター2ダッシュ。帰ってきた12人の戦士は再び世界を震撼させる。その魅力を余すところなく今ここに集約した。究極奥義編。華麗なる必殺連続技。ストリートファイトにおいて気絶することは死を意味する。各キャラの超破壊力を持つ連続技の数々、これらを食らった者に明日はない。Thank you.
死闘同キャラ対決。スト2ダッシュで初めて可能となった同キャラ対戦。全く互角の力を持つ者同士の勝敗を決するのは何よりも勝負に対する執着心である。勝利の女神がどちらに微笑むのかは誰も知る由もない。
ベストラウンドダイジェスト。ここでは名勝負と呼ぶにふさわしいバトルを紹介しよう。己の能力を極限まで引き出したファイターたちの一分の隙もない動きをとくと見よう。まずは読みが全てを決める龍拳対決だ。バルセロナアタックの使い方でバルログの勝敗は決まるだろう。
リュウの竜巻旋風脚の使い方に注目せよ。メガに反撃する暇を与えずにダルシム攻めきれるか。チュンリーの読みが問われる戦いである。頂上決戦ともいえる組み合わせである。お互いに攻め手にかけるため体力の削り合いになりそうだ。ザンギエフがうまくスクリューに行けるかがこの戦いの鍵を握っている。前作の最強対決であるこの戦いがダッシュではどう変わったかチェックしてみよう。Come on.
攻め手にかけるチュンリーがどうサガットを追い込んでいくであろうか。本田が剣を抑え込むことができるかがポイントである。ベガの猛攻をバルログかわすことができるか。じわじわと攻めるチュンリー、ザンギエフは捕まえることができるか。ダルシムが冷静に竜の奇襲をかわせるであろうか。ダッシュのガイルもやはり強い。チュンリーうまく崩せるか。パワーアップしたホンダのスーパー頭突きにダルシム苦しめられそうだ。
最後を飾るのはこの対決だ。ベガに隙を見せたらおしまいだ。痛快、珍プレー、好プレー。ここでは息をもつかせぬ速攻や普段見ることのできない曲芸技、思わず吹き出してしまうような珍プレーなどを特別に披露してもらうことにしよう。You win.
強キャラ決定戦。世界を代表する12人のストリートファイター、一体誰が最強なのか。実況は私小安武人と、解説は FMW の大仁田敦さんでお送りします。大仁田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。最初の試合は我らが日本のエドモンド本田、対するは米空軍のガイル少佐。ラウンド1ファイト。ここは銭湯ですよ、鬼田さん。いやすごいところで戦ってますね。変わったところで戦ってますね。これ銭湯にあの土俵を組んでるんですね、これね。なんですごいですよね、うん、この模様。このところ転んだら痛いでしょうね。そうですね。うん、あの後ろの富士山もなかなか素晴らしいですね。やっぱりオリエンタルの雰囲気出してですね。エドモンド本田ですか。そうです。こんなところで戦ってみたいと思いませんか。銭湯で戦ってもいいけどね。銭湯の客がびっくりしたらどうしようかな。あ、勝ったね。やっかん落としからのサバ折りです。お互い体力の削り合いになってきました。スーパーズ突きとジャンプヒルキックの相打ちです。しかし双方ダメージは小さい。再びサバオリ。優勝候補の一角ガイル少佐、1回戦であわやのストレート負けです。1回戦の第2試合はスペイン代表バルログ対アマゾンで育ったという野獣ブランカ。いきなりローリング同士の相打ちだ。しかしバルログの方が分が悪い。ブランカ果敢に攻めます。バルログピンチ、レインボースプレックスが決まった。バルログ危機を脱しました。バッター、ここでブランカのローリングアタックが直撃。さらに電撃。ブランカ攻めに隙がありません。バルログバルセロナアタックで一旦間合いを開けた。ここでバルログブランカのローリングをかわしてレインボースープレックス、辛くも1本目を先取しました。大仁田さん、バルログは手に爪をつけてますね。これは有利なんじゃないですか。いやこれはね、うちにもねザ・シークっていうのがいるんだけどね、それがナイフを持ってきたりするんだけど、まあストリートファイトだからね、ある部分でいろんな武器を使っても許せるんじゃないかな。それがこのゲームの醍醐味じゃないかな。はい、その通りですね。噛みついたりしてるね。電撃です。電撃、面白いねこれね。これあの怪獣みたいなやつだね、この戦ってるやつ。おそれでも勝っちゃったな、お前。武器を使ってるからってね、強いとは言えないんだな。そうですね。お互いに牽制し合っています。先に手を出すのはどちらでしょうか。ブランカだ、ブランカの猛攻。バルログ反撃、レインボースープレックス。ブランカの奇襲だ、ショーローリングからの噛みつき。ブランカは電撃で威嚇しています。おっとローリングだ。どうでしたか、鬼田さん、この試合は。いやこのね、野生怪物みたいなやつがね、勝ったって。あ、爪を持ってたんだけどね、やっぱり爪でも勝てなかったね。そうですね、やっぱ野生の力ってやつですか。野生のパワーすごいね。さて3試合目です。ヨガの奥義を極め悟りを開いたというインドのゴム人間ダルシム、そして対するはアメリカのバイソン。バイソンいきなりラッシュだ。お、これはダルシムピヨッター、そしてターンパンチ3段でダルシム一気に KO 負け。あまりにもあっけなくバイソンが1本取りました。バイソン強し。
大仁田さんはボクサーと戦ったことありますよね。まあ、あれ、まあ、レオスピンクスっていうね、世界ヘビー級ボクサーなんだけど、ああそうですか、うん、ボクサーと戦う秘訣っていうのは何かあるんでしょうか。ボクサーと戦う秘訣はやっぱりできるだけグラウンドに持っていくことだね。やっぱりパンチ力っていうのは波の波の格闘者と違うからね、やっぱり破壊力という点じゃね、もうボクサーのパンチは数段上だから、やっぱりああいうふうにほら威嚇してるでしょう、ね、やっぱりできるだけ距離を詰めないことね。このダルシムっていうのもあのヨガファイヤーとか火を使ったりとかするんですよ。あーっとこれ決まってしまいましたね。ダルシムバイソンも近づけない。ターンパンチからヘッドボマーだ。逆に今度はダルシムが掴み返してヨガファイヤー。ラッシュストレートが決まった。バイソン畳みかける。バイソンラッシュ、猛牛のような勢いで攻めちゃっている。ここでまたもヘッドボマーだ。そして空中でパンチを当てた。バイソン勝利しました。1回戦最後の試合はロシアのプロレスラーザンギエフ、そしてその相手は闇の帝王ベガ。サイコパワーを自在に使いこなす強敵。ダブルニープレスがヒット。シャドウミドルキックでザンギエフ気絶。これは失敗です。6段攻撃失敗。ザンギエフダブルニーをきれいに返した。スクリューか。いや、スクリューにはいきませんでした。トマホーキックで決着がつきました。今のはめくりです。これはつらい。大仁田さん、このザンギエフは別として、ロシアのプロレススタイルとはどういった感じですか。うん、ロシアはどうしても格闘技っていうかね、柔道ね、サンボ、そういった格闘技には精通してるから、まあ、プロレス自体はないんだけれど、やっぱり格闘技に対してはやっぱり世界一じゃないかなって。あっと、このスクリューパイルドライバーを食らったらひとたまりはありません。大仁田さん、練習してみたらどうですか。これだけスクリューさせるのは大変だろう。ザンギエフストマック黒だ。さあ、スクリューにつなぐことはできるか。ダブルに耐え打ちだ。ザンギエフ攻める。ガンガンいきます。目がもう後がない。スクリューパイルドライバーだ。しかしまだベガは立ち上がる。ベガ反撃。ザンギエフ体力が少ない。スクリューです。やはり決め差はこれしかない。優勝候補ベガ、1回戦でモロクボを破り去りました。2回戦の1試合目はムエタイの使い手サガット、対するは先ほどガイルを破ったエドモンド本田。どういう戦いを両者見せてくれるでしょうか。サガットスーパー続きに逃げ切りだ。おっとタイガーアッパーカットが決まった。これは大きいぞ。サガットタイガークラッシュで本当に急接近。そしてアッパーカットだ。しかしこれは不発。サガット押されている。ここでサガット反撃に転じる。攻め切れるか。ホンダの飛び蹴りが決まった。すごい威力です。エドモンド本田がまず一本。日本出身というこのエドモンド本田、それに対するこの12人のうちではベガ、ガイルとともに三強の一人と言われているサガットなんですよ。ああだけどね、俺はねこの試合は面白いと思うな。この相撲対ね、日本の国技対ね、大国のねムエタイ。ムエタイ、大仁田さんはこのムエタイと試合をしたことありますか。いや、キックボクサーはあるけど、まだムエタイはないですか。やったことないね。一度やってみたいとかそういうわけには。このムエタイ自身がね、とてつもなくね、その特訓してるってのは見たことあるんですけど、おっとスーパー続きとグランドタイガーの相打ちだ。ダメージは下がったが大きい。また相打ちだ。なんか笑えますね。
サガット確実にホンダの体力を減らします。アットサガットアッパーカット空振り、脇腹にスーパー続きが入った。おっ、アッパーカット決まりました。どうですかこのムエタイのサガット。憎たらしいな憎たらしいですか。この不敵ですよね、あの笑いも。新内龍の登場です。なんといっても主人公、どんな戦いを見せてくれるか楽しみです。そして相手はスペイン忍者バルログを破っているブランカ。ラウンド1ファイト。お互いに間合いを図っています。龍としては飛ばせて昇竜拳で落としたいところ。来たが、おっとガードされてしまいました。竜巻投げだ、ブランカ追い詰められた。龍の上り蹴りがヒット。この間合いではこれがベストな返し技でしょう。飛び蹴りからの投げで龍が一本先取しました。龍は柔道やテコンドーにも精通した空手ファイターですが、鬼田さん、空手の技というのは怖いものですか？怖いっていうかね、やっぱりもうあの蹴り、それから突きね、突き、やっぱりその部分ではやっぱり空手は最強じゃないかなと思う。あ、そうですか。龍畳みかける。やっぱりね、おっと噛みつきです。噛みつき、これはね、自然寺のね、もう本当に何でもやっちゃうっていうね、何でもありの FMW じゃないけど何でもやっちゃうっていうかね、何でもやっちゃう、こう形にはまらないというかね、こういうやつらが一番しぶといんじゃないかな。おっと、そして、投げで決まりましたね。あ、決まったね。さすが強い龍。この勝負ありとかピカピカ光るのが楽しいなこれ次の試合は龍の良きライバルとしてアメリカへ渡ったケン、対するはダルシムを豪快に破ったハードパンチャーバイソン。ケンは小足払いと波動拳でバイソンを寄せつけない。どうなるかバイソン。バイソン、ケンを転ばした。ここからヘッドボーマーだ。剣が一瞬の隙を突いてバイソンを無理やり右に投げた。そして波動拳の鳥かご戦法だ。バイソン脱出不能。一本目は何もできずにバイソンの完敗です。剣は龍の良きライバルとして切磋琢磨しているということなんですが、やはりライバルがいるといないのとでは違うものですか？全然違うね。あ、そうですか。それは全然違う、もうやっぱり向上心から違ってくるし。なるほど。やっぱりそいつを倒そうとするね、パワーが人間の中で膨らんで、やっぱりどん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 強くなっていくわけだから、じゃあライバルがいなかったらどうなるかって、やっぱり進歩しないんじゃないかな。あ、やっぱり競い合ってこそ技が磨かれる。自分の中だけで閉じこもってたらやっぱりパワーっていうのは発揮できない。やっぱり倒されたりなんかして自分の中でこうコンプレックスがね、胸いっぱいになって相手を倒そうとするわけだから、なるほど、そのパワーにかなうものはないんじゃないかなと僕は思うんだけど。あ、そういう面ではこの剣も良き龍というライバルがいて幸せというか、そういうことですね。ある部分で格闘者の幸せはそこにあるんじゃないかな。あ、なるほど。勝敗を決する第3ラウンド。おっと、バイソンが先手を取りました。天の昇竜拳が炸裂。バイソンアッパーで剣を追い返す。バイソンラッシュ。剣を押し戻す。剣いいパンチを2つもらった。剣ピンチ。冷静にアッパーで返してバイソンの逆転勝利。バイソン準決勝に駒を進めました。さあ、2回戦最後の試合はこう一点、中国の女刑事チュンリーと優勝候補筆頭のベガを破ったザンギエフ。お互
互いに牽制しつつ足払いを中心に攻め合います。準備、上段衆からの百連鎖、斬撃ダメージ。両者手堅い。準備に攻めながらもじわじわと橋へ追い詰められていきます。スピニングバードキックにダブルラリアットをヒットして、そしていやスクリューに行かない。今度こそスクリューか。あと失敗。百列キックで準備一本。どうしたザンギエフ。チュンリーは中国拳法をベースにした攻撃と素早い動きが武器ですが、中国拳法の使い手と戦った経験はありますか。いやないね。だけどね、この女の子でしょ、うちの FMW にも女の子のレスラーがたくさんいるんだけど、だけどね、最近は女の子が強くなってる。最近のね、男がね、弱くなった時代って言われるんだけど、だん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 女の子が体力をつけてきて、男に勝るとも劣らないね、パワーを身につけてるから、みんな頑張らなきゃあかんぞ。本当にね、これもさ、かなり優勢に試合を進めてるよね。ほぼ互角といったところですね。やっぱりだけど、やっぱり女の子には勝たせたいね。やっぱり体力的なものがあってね、呼吸もね、かなり、あ、決まりましたね。勝ったね。このはしゃぎ用が可愛くていいね。たまりませんね。さて、準決勝第一試合は、シード同士のサガッタとリュウ。長年の因縁の対決が、今ここに実現しようとしています。さあ、準決勝、リュウ対サガット。森田さん、この異種格闘技という競技についてどう思いますか。これは全くね、まあ異種っていうぐらいだから全然違った格闘技が戦うことによって全然違うふうになってくるわけですよ。自分のほらやっぱり得意技がぶつかってってそこで最強を決めるわけですから、こういった部分っていうのは非常に僕もやってみたいなって、まあ昨年ですけど一回総合格闘技タッグリーグっていうのやったんですけどね、その中でやっぱり噛み合わないんですけど、その中にこう真剣さとかそういったものがね、パワーのぶつかり合いとか磨き合った技のですねぶつかり合いがあるっていうのは面白いんじゃないかなって。なるほど。やっぱりプロレスもどん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 こういう風になっていかなきゃいけないんじゃないかなっていう部分を感じさせられますね。竜巻投げ、下がって追い詰められた。リュウの先読みはバッチリ決まった。リュウ一本返しました。いきなりのタイガークラッシュだ。リュウの精神的ダメージは大きいぞ。お、アッパーカットをリュウ転ばした。こういうこともできるんですね。サガット押している。リュウは後がない。焦って飛んだリュウにとどめのアッパーカットは綺麗に入った。決勝進出を決めたのはサガットでした。さて、準決勝第2試合は拳一つでここまで来たバイソン、そしてザンゲフを破ったチュンリーの対決だ。さて、準決勝のもう一試合はボクサーのバイソン対カンフーのチュンリー。こう一点のチュンリーどう攻めるかですね。やっぱりね、僕はね、気持ち的にはね、このチュンリーに勝ってもらいたいですね。あ、そうですね。やっぱり決勝まで行って、最後は優勝してもらいたいと。そうね。できるだけ傷つかないで。あ、なるほど。それは男としての望みですね。そうですね。だからこいつは強そうだからな。強そう。あの、ターンパンチから繰り出す。いや、肉体的に。おっと、おそう言ってる間にチュンリー一本先取しました。女は侮れないね。侮れませんよ。侮れませんよ。全然。チュンリー百列キックでバイソンのダッシュを止めた。読み勝ちです。バイソン、チュンリーの元キックをパンチで抑えた。そして畳み込む。
バイソンの突進中に止めた。おっとバイソン連続攻撃と見せかけてヘッドボマーだ。ボクシングっていうのは寝技に弱いからね。ああ、ね、やはりじゃあ近寄ってこうグラウンドに行って、グラウンドに行く。おあほらとここで一発のパンチはやっぱりバイソン、うん、返しましたね一本を。これで復帰できるからね。あ、肩で息をしだしたね。ねえ、僕の戦いになりました。いや、今押されてるよ。ねえ、この一本をどっちか取った方が決勝進出ということで。あ、そう。ねえ、もう近づかないようにできるだけできる。ねえ、まあ、遠くで飛び上がりなり。あ、あ、あ、決まってしまった。あ、決まった。バイソンが勝ってしまいましたね。血も涙もないやつだね。血も涙もないですね。僕だったらそうだしね。ああ、女の子に優しくしよう。優しくしましょう。いよいよ決勝戦。サガッタとバイソン、一体世界の頂点に立つのはどちらでしょうか。ラウンド1ファイト。サガッタ足が長い。バイソンのダッシュを止めた。おっとバイソン投げられてしまった。取り込むか。ダッシュストレートにバイソン攻めます。バイソン凄まじい連続攻撃。サガットよく耐えている。ここでアッパーカットだ。勝負はまだまだわからない。バイソン攻めるか。サガット冷静。バイソン打って出た。しかし下がったアッパーカットで反撃。まだわからない。バイソン押されています。遠くから攻めて最後。あよし、おーっと、ね、この一発バイソンの一発、ね、このバイソンの一発は怖いね。怖いですね。やっぱりすごいよこの、さあラウンド2です。攻めるバイソン。あーっとアッパーカットだ。しかしこれは相打ち。ダッシュストレートがヒットした。逃げパンチでさらに追加ダメージ。サガットも負けてはいません。グランドタイガーで押します。バイソンヘッドボマーだ。お、投げもやったね。投げの一本。おー、これやっぱり互角だね。ねえ、互角ですね。サガットが取りました。そしてラウンド3、ここで決まりますよ。どっちが勝ちますかね、森田さん。これはね、ね、なかなか白熱したゲームだよね。もう分かりませんね。どっちが勝っても不思議ありません。近づけ。おっと、ラッシュ。バイソンラッシュ。お、サガット投げて。まだ遠くから。さあどうだ。あっと。バイソンの一発。逆転の一発だね。これがやっぱり怖いね、ボクサーはね。怖いです。やはり予想通りバイソン勝ちましたね。いやー、これでチュンリーも浮かばれるというものです。第1回サイトロン杯最強キャラ決定戦は、バイソン優勝という結果で幕を閉じました。優勝はバイソンということになりましたが、いかがでしたか、鬼田さん。今日のいろんな試合をご覧になった感想は。いや、これだけのね、格闘者がね、集まってね、トーナメントを行う。僕もやってみたいね。あ、そうですか。できることなら、こういうね、夢のある試合。まあ、こういうね、いろんな野生人が出てきたり、ね、プロレスラーが出てきたり、空手家が出てきたり、ムエタが出てきたりね。そして、女の子と。いや、女の子が出てくるのはちょっとね、僕も分かんなかったけど、あれがミソかな、なんて。うん。なるほど。大変面白かった。あ、そうですか。うん。はい。それでは、大仁田さん、これからの試合も楽しみにしてますので、ぜひ頑張ってください。どうも、ありがとうございました。はい、どうも、ありがとうございました。だけど、チャンリーって可愛かったね。チュンリーです。あ、チュンリー。チュンリー。あ、どうも。それでは、実況小安武人と解説大仁田篤さんでお送りしました。またいつの日かお会いしましょう。どうもありがとうございました。ありがとうございました。
俺より強いやつに会いに行く。サトレヨワダ生まれなガラの下がれ断末。ファイティングアクションゲームストリートファイター2スーパーファミコンで好評発売中。カプコン。俺より強いやつに会いに行く。ストリートファイター2スーパーファミコンで好評発売中。カプコン。俺より強いやつに会いに行く。ストリートファイター2スーパーファミコンで好評発売中。カプコン。